どうも、天使向井です。このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やオタクあるあるの動画なんか上げております。今からアニメの感想を喋りますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、もう一本、はい、第5話見せていただきました。いや、あのね、もう一本、どれくらいの評価されてるんだろう。めちゃくちゃいいですよね。これはね、本当に、なんて言うんでしょう。スポコン、ど真ん中。で、スポコン好きな人。で、まあまあ、女の子同士の友情とか好きな人。これはね、どちらが好きでも、どっちも好きだったら 100% 見るべきですし、めちゃくちゃいいと思うんですよね。で、まあ話自体も柔道という内容で、その柔道の中でも、本当にど真ん中の天才少女、っていうのが主人公じゃないっていうのもすごく効果的と言いますか、決してめちゃくちゃ天才ではないんだけれども、その場の空気を変える能力を持ってる園田美智という女の子が、いまして、で、その子の周りで、まあいろんな、仲間が集って、まあ柔道をやるんですけれども、そんな中でもまあ第5話は本当にトアが、日浦とわちゃんがですね、まあそれまで、ずっと一緒の中学で、まあ戦ってきたと言いますか、まあ一緒にやってきた、ね、天海さん、ね、天音さんだ、天音さん。天音さんとね、もうやり合う試合から始まるんですよ。まずここがいい。どうしてもね、このとわちゃんは自分のことをあまりうまく表現できないし、で、まあ4話の時点でもうここが、これね、そう、1話1話の区切り方がいいんですよ。これ後で言う、ごめん。そう。で、そのね、とわちゃんが思っているその気持ちをなかなか伝えられない。で、あまねさんはあまねさんで、もうここで完全に、自分が悪かったことを認めてる中学時のこのね、確執ですよ。それをもう分かった上で今回この柔道の試合をきっかけにまた仲直りしたいという二人の思いがこの4話で、連ねていた流れの5話なんですよね。ここの5話がね、非常に、効果的と言いますか、そのタイトル自体の、気持ちいいですね、柔道ってっていうのが、ここで回収されるんだ、みたいな感じの、まあ、要は素敵な言葉を教えてもらった、素敵な快感を教えてもらった、天音さんに対する思いを、この一本背負い、まあ、要は柔道でぶつけて、この感謝を伝えるというシーンですね。二人とも泣いてたのが非常に印象的で、なんかぐっときますよね。で、この後に、未知が戦って未知が負けるんですけれども、この負けるのも、この柔道漫画の中で、なんとも言えない、普通なら勝ち残っていくんでしょうけれども、そうじゃないっていうところも非常に、このもう一本っていうのが、そういう天才系のアニメではなく、それでもきっちり努力で人柄で見せていって、ここからまた強くなっていく、この5話の時点でもう未知自体も昔より強くなったっていうことは言ってますから、そこの流れっていうのもしっかり組んで、どんどん強くなっていくんだろうな、そして仲間がどんどん増えていくんだろうなと思わせてくる、その園田未知の人柄っていうのが僕はめちゃくちゃいいなと思っちゃいましたね。あそこで負ける選択のストーリーっていうのがちょっとこれは面白いななんて思ったんですけれど、やっぱりね、僕まあ、あとはですね、この後半ですね、後半が、というか、まあ、ずっと今まで、剣道部として頑張っている南雲ちゃんがいるわけですけど、この南雲ちゃんがね、どうなんだっていうことなんですよね。このずっと剣道で、まあ本当エリートですよね、全国に行くような。でもその思いはずっと、おそらくですよ、この園田未知に対するね、本当に友情の思いがあります。それに対して何かずっと引け目なのか、もしくはずっと一緒にやりたいと思ってたんじゃないかっていう気持ちが、この5話で出るわけですね。その剣道で認められてることに対しての、思いもあるでしょう。当然、家族のシーンもありまして、お父さんが、まあ、鼻も高いぞって、まあ、ビール瓶であって、あんま全然面白くないボケだったんですけど、ね、これごめんなさい、芸人なんで言いますよ。ビール瓶を持って、鼻が高いぞ、もう全然面白くはありません。いや、お父さんのボケがです。お父さんのボケが。でも、冷静に考えていくと、鼻が高いぞでビール瓶当てて笑うような高校生いますか？
お父さん、ちゃんとコメディを勉強しよう。いや、ちょ、ごめんなさい。お父さんの話じゃないんですけど、そう、そうやって、本当に、どこかずっと自分の中で気持ちがあって、なんでしょうね。その、なんて言うんでしょう。僕はだから、南雲ちゃんに、実は一緒に柔道やって、僕はあの、推しは南雲ちゃんなんですけれども、南雲ちゃんのあの、眉毛の太さが好きなんですけど、眉毛太いキャラクターっていいよね。さなえちゃんもそうか。じゃあ今そんなことはどうでもいい。とにかく、そこに対する思いっていうのが今回この5話で、まあ、未知に相談する形で、まあ、終わったんですけど、こういうところがいいんですよね。このもう一本のなんか終わるところが非常に、アニメ的じゃないような気がして、4話も、4話、5話、要は、なんて言うんだろう、ここで終わってるところで終わってないっていうような感じが僕の中であって、4話でもちゃんときっちり、このね、とはが一本のところで終わるのも良かったろうし、なんかだからいい意味で次回が気になるっていうような切り方もしてますよね。いやー、これどうなるかね。いや本当にずっと剣道やってた南雲ちゃんからして急に柔道部に入るのもなかなかハードル高いでしょうし、とかそういうことを思いながらね、ちょっと見させていただきました。僕はですね、別にこれユリとは思ってないんですよ。ユリとは思ってないんですけど、女の子が女の子とイチャつくのは好きなので、これユリとは思ってないんですよ、もう一本を。でも、めちゃくちゃ、ずっと思ってた南雲ちゃんの感じとかも、好き。ちょっと、見送り芸人、向井地が歌いたいです。好きですね、本当に。すいません、あーだこうだ喋りましたけれども。本当にでも、ど真ん中、ドストレート、王道、スポコンの中でも、やっぱグッとくるシーン、グッとくるセリフは、もうたくさんあるし、役者陣も非常に、若いメンバーの中でしかもちゃんと実力があるというのを見せつけてくれてるようなお芝居だということで素晴らしいじゃないですか。はい、ということでもう一本紹介させていただきましたけど、気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。感想はコメントの方に書いてください。ということで以上、天使向井でした。